ご覧いただいているのは午後4時15分ごろ、四日市の東名阪道で撮影された映像です。ご覧のように道路が冠水して車線のラインも見えづらくなっています。四日市では午後4時半までの1時間に119ミリという猛烈な雨が観測されました。そして一時土砂災害警戒情報が出されましたが、現在はそちらは解除されています。また現在ご覧の地域に大雨警報などが発表されています。ご注意ください。さらに交通機関にも影響が出ています。道路が冠水した東名阪道などが一部の区間で通行止めとなっているほか、鉄道もご覧の区間で大雨の影響で運転を見合わせています。お帰りの方も多いと思います。ご注意ください。そしてこの後、明日の明け方にかけて多いところで1時間に50ミリの雨が予想されていて、土砂災害などに警戒が必要です。